増田ダ介三3月11日から2014年11月11日は、日本の銀行家、元道の区銀行と踊り、山形県西村山郡朝日町出身、中央大学経済学部卒業後、広崎総合銀行入校。約40年間の銀行員生活においては、営業店に20年、本部勤務に20年それぞれ携わった。 道の区議員発足後の新人事制度導入に際しては、人事部長として先頭に立ち、粘り強く両校の出身者の調整に当たった。1996年10月、合併20周年を迎え、区切りがつき、金融ビッグバンを控えた中、新体制で世代交代を図るべく、大同寺小三郎の指名により、後継者として頭取りに就任した。しかし、 在任3年目を迎えた2000年には、金属四42年となり、体力も衰えた。このあたりで充電したいと健康問題を理由に、頭取を退任。取締役に退いた。2014年11月11日、秋田県大館市の病院で死去。79歳没。増田康介死去。元道の区銀行代表取締役頭取。東日報。 http://www.toonyppo.co.jp スラッシュニ<ッ>ュース2 2014 20兆1411億1308万2634アスプ2014年11月25日閲覧日本経済新聞1987年8月20日日勤縮冊版1997年日本 経済新聞1987年8月29日、日本経済新聞2000年5月27日、増田康介史指教時時、ドットコム2014年11月13日。ありがとうございます。